吉江さん、小野雑さんのプロモーションね、時給7万円男、懐かしいですね。こうやって映ってましたね。まあ土屋塾ってものにね、私も参加して、小野雑さんがドーンとまず一番最初に私の目の前に現れたわけですよ。でそれは参加者の中で小野雑さんって方がいらっしゃって、その帰り道にビールでも飲みませんかみたいな感じで誘われたんですね。私の記憶が確かだったら、なんで小野雑さんが私を誘ってくれたかっていうところは、まずね、すごく大事なことなんですけども、私が参加者の中でフォローアップ勉強会で目立ったからだと思うんですよ。ね、私は広島から来てこうですよっていうふうな自己紹介をしたと思います。でそれを見て、お、あ、こんな人がいるんだ、同年代だしみたいな感じで、帰り際にちょっと久保さんみたいな感じで声かけてくれたと思うんですよ。つまり私は自己紹介をした時に、久保ですと、広島の久保ですと言った瞬間、小野雑さんは、あ、この人に声かけよう、え、名前が久保さんだったかなみたいな感じで、終わるまでずっとね待っててくれたと思うんですよ。そんな感じで私覚えてるんですけどね。で、ここからがちょっとね、私のその時思ったことなんですけども、やっぱりね、そのね、なんか塾あるじゃないですか。その中でも私はもう麻雀店をメインでやってて、東京に月に1回とか2回来るのやっとだったんですよ。そのお金すらね、あのレジからお金をひったくって電車賃にして来たわけですから、当時の新幹線の代金が3万5000円ぐらいだったかな、広島東京で。前売りで買うとちょっとだけ安いんですよ、ね、で、その他チケットショップで買うと、これまたちょっと安いんですよね。だからその1000円2000円を割引化せるために、あの手この手でね、本当に、工夫してなんとかね、それでも3万円以上お金出るわけですよ。その代わり行きも帰りも飲み食い全くなしでしたね、私はね。そのお金もなかったんで、だから3万数千円ギリギリで行ってギリギリで帰ると。で時間の制約もあるんで、東京駅に着いたらタクシーで行くしかないわけなんですよ。だからタクシーの代金が3500円ぐらいで、すごく痛かったのを覚えてますね。ということで私の日帰り東京の旅は、3万5000円ぐらいの範囲で行って帰るみたいなね。もはや山口会長が新潟に行くよりもね、現金のきつさがあるというねことですけども、それでですね、小野雑さんとの印象なんですけども、私はね、結局すでに何かができた人が塾に入ってさらに生徒を集めていくのかみたいなところで思ってましたね、その時は。でもまあその時はね、そんなことなくって、ただまあ頑張っていきましょうみたいなね、本当にいい感じの時間だったかなと思ってます、うん、あの時がちょっとねきっかけだったかな。あ、確かこれ FX かな、 FX の集まりかなんかで来た時だったですかね。波乗りトレードのプロモーションで、特別に東京で何かありますよっていう時に私が行った時に、小野雑さんとの縁が深まったのかなと思うんですね。ちょっと記憶が行ったり来たりしてますけども、まあ、そういった形で、私の最初の印象としては、実力がある人がなんとか塾に入ってさらに売り上げを上げるだけなのかなと思ったんですよ。でそこに私は当時麻雀店をやっていて、特に何も なかったわけですよ。自己アフィリエイトでね、ステルフバックの講義をするぐらいしか、まあ、でもね、おかげさまで今8年経って、小野雑さんも私も、まあ、吉谷さんもね、多分こう同じように活動できてると思うんですよ。未だにスタートラインはバラバラで、それまでの経験とかもバラバラです。年代も出身もバラバラです。当たり前ですよね、人と人がやることですから。でもことビジネスにおいてはやること共通することが多くって、それはね、吉田さんも言われてましたけども、発信をやめていないってことなんですよね。で小野雑さんも多分発信する中でいろんな思いがあるってことをこの前話されてましたけども、うん、多分そうなんじゃないかなと思うんですよ。ただ発信をやめたらどうなるかってことなんですよ。発信をやめたらやめたで、あ、やっぱり気まずくなってやめちゃったんだなっていうことでね、なんかその失敗とは言うのか、どういうのかな、自分の案件で詐欺っぽくなっちゃったものを認めたことになるんじゃないかなと。でも小野田さんは詐欺をしようと思ってやったわけでもなくって、チャレンジの中での思わぬ結果が重なったってことはあると思いますし、インタビュアーもいろいろやっていく中でね、別に商品の内容を保証してるわけでも何でもないわけですよ。役者としてやってるわけであって、その時はあ、いいなこれと思って参加してるわけですからね。でも物事っていうのは時間が経ってみないと分からないところがあったり、特に投資事なんて結果が良かったらそれまでのドタバタは全部肯定されるし、
で結果が悪ければそれまでね、どんなにいい状態の時があっても含み益を持っていても最後に自分に損害が出たら詐欺られたって思うのがねオチなんですよね。これが多くのお金が稼げない人の思考なんですよ。とにかく誰かのせいとか、あいつが言ったからとかね、大丈夫だって言ったじゃないですかみたいなこと言ったりとかね、発信者にも責任がありますとか、こういうことを言うわけですよ。じゃあ発信者にも責任があるとしたら、じゃあ投資者にはどういう責任があるんですかと。投資した人は自分で決めたんじゃないですかと。もちろんいい情報も悪い情報も世の中にはたくさん溢れてる中で、自分で選んだ情報によって自分で決断して自分で振り込んだ、その結果うまくいかなくなったら、とにかく誰かのせいにしようと思って探してるんですよね。違うんですよ。そういうのも込みで、最終的に誰がその案件にセンスを感じてお金を払ったんですかってことですからね。マトリックスアフィリエイトもこれいいなと思って参加したんですけども、まあでもね、いいものではなかったと。途中でとんずらかまされたってこともありますけども、それもね、待てよと。じゃあそのマトリックスアフィリエイトってネタをずっと使っていけばいいんじゃないかなっていうところで、今開き直ってね、お笑いで使ってますけども、でもね、私はこう思うんですよ。マトリックスアフィリエイトで詐欺られましたっていう放送をずっと続けていたら、マトリックスアフィリエイトで詐欺られた方が連絡くれるんじゃないかなと思うんですよね。実際そういうことありましたしね。でそういう方と仲良くなったら速稼塾に入る可能性非常に高いと。何人も入ってくれましたしね。しかもね、そうやって結局はビジネスを成立させるしかビジネスの道を選んだ時にもうないと思うんですよ。ビジネスの道を選んだわけですからね。これ別に人のいいね、気のいいボランティア活動をやろうと思ってスタートするわけじゃなくて、よし稼ぐぞってビジネスを始めたわけでしょ。なのになんか出費ばっかり多いってのは何なんだって話ですよね。これね、南の帝王でもね一つあったんですけども、射程がね、この借金の回収に行くわけなんですよ。で借金の回収に行って、おいお前息子の借金親が返すのは当たり前やろうがとか言って親のところに怒鳴り込んでいったら、その親がねもうお金が全然なくって、しかも病人でよろよろなんですよ。でそういうの見て、あれどうしたんだっていう感じで、ちょっとねたじろぐんですよね。そこに娘さんがやってきて、もうおばあちゃんをいじめに取ってください、何年かってもお金返しますからとか言ったらね、おばあちゃんがもういいのよって、私はもう生きててもしょうがない、ううううって泣き出すんですよ。そしたら借金取りに行った射程がなんかかわいそうになってきて、こんなお金受け取れない、受け取れ、これでなんか美味しいもの食べてて、逆にお金を払ってね帰ってきて、お前アホかってからね、銀ちゃんに怒られるというね。でオチとしては、それは借金取りから借金を、借金でお金を取るための演技だったらしいんですよ。このお金を借りた人が、そんなん常習で皆さん知ってたんだけども、射程はねそれを知らずに行って、まんまと返り討ちにあってお金まで払って帰ってきちゃったってところで、一つ勉強になったのみたいな感じでね終わったんですよね。でまあその次のオチとしては、お前が回収できなかった債権わしが回収して全部利益もわしのもんじゃみたいな感じで、結局銀ちゃんが一人勝ちするみたいなね、そんな小短いエピソードがあったんですけども、それと同じようにビジネスに参加したのになんでねあっちこっちにお金払ってヘラヘラしてられるんだって話ですよ。ビジネスをする以上、支払いは最小限、そして売上は最大限に上げることの繰り返しですから、その支払いがね詐欺に対して払ったお金ですらですよ、騙されたお金ですら必要経費ですから、そのぐらいのしたたかさがないといけない。で騙す騙されたに関係なく、自分がお金を出した先が潰れてしまうとかね、プロジェクトが何かの規制によって凍結されたってことは別にあるわけじゃないですか。それはもう売り込み済みでビジネスしなくちゃいけないんですよ。カメラの転売だってそうで、カメラの転売ね、こういう詐欺があるんですよ。まあカメラ出品しますよね。でクレームが来るんですよ。ちょっと思ったカメラと違うんで返品させてくださいって感じで、例えばカメラをレンズ付きで10万で売りました。そしたらちょっと返品なんでお金10万返してくれませんかっていう感じで、まあクレームがあってキャンセルはしょうがないなと思って、まあ送り返してもらってお金も払うんですよ。でも送り返してもらったカメラがすでにね、こっちが送ったカメラではない別物だったりするんですよ。要するに取り込み詐欺って言って、相手側が詐欺をしていてね、クレームで返品したんだけども元々の商品を送ってくれないってことなんですよ。でそれは後の祭りなんですよね。いや確かにこの商品を送りましたよってこっちが言っても、いや送られた商品をそのまま送り返したんで、あなたが元々包んだのがそれだったんじゃないですかって言われたらどうしようもないんですよ。まあ、ですので私はね、画像とか動画を撮ってそういったものを送るっていうリスクヘッジをするっていう風になったんですよ。もちろん私がそういうのにかかったわけじゃないんですけども、そういうのがあるよっていう風な学習をカメラ転売の道に入るときにしたわけですよね。だからリスクヘッジでできるんですよ。いわゆる自分の知識不足とかね、思い上がりとかね、あと思い込みとかね、こういったものがなければ、慢心とかがなければ勝っていけるんですよ。で、まあ、今回の、まあ、カメラ転売時給7万円男のまとめになりますけども、失敗しないためにね何をすればいいかっていうことを3つにまとめようかと思います。
います。それが今言った、情報不足はもうやめましょうってことね。それから自分はできる人間になったんだっていうふうな慢心、3つ目は思い込み、こうであるに違いない、この人が言ったから正しいに違いないという思い込みをなくしましょうってことですよ。この3つが克服したら、まあ、ビジネスのレベルが上がったってことになると思いますし、投資のレベルが上がったってことになると思います。もちろん人間レベルも上がったってことになりますんで、男女関係にも強いと思いますよ。情報不足ね、それから慢心しないこと、思い込まないこと、この3つだけ気をつけていけばいいんじゃないかなと思いまして、今回の返信させていただきました。それではいってらっしゃい。